はい、というわけで今日も Vlog の方を始めてみたいと思います。今日はですね、ウォンク、僕が、ベースを弾いてるウォンクというバンドのメンバーみんなと、安藤光平というサックス吹きの5人でですね、カメラを買いに行った話ですね。この Vlog を始めてからというか、まあ始める前からちょっと思ってたんですけど、動画というコンテンツもう最近重要すぎて無視できないと。音楽をやってる私でも動画にちょっとこう知見がないと生き抜けない時代になってまいりまして、まあね、いやいやではないんですけど、そんなこんなでこうカメラに興味を持ち始めたので、カメラを買ってみようと。僕生まれてこの方ちゃんとしたカメラを持ったことがなくて、なので初のカメラ、動画用のねカメラを買いに行った日でございます。僕以外のメンバーもね、ボーカルの長塚も、カメラを持ってなくて、彼は料理趣味じゃないけど仕事でもね料理をしてるんで、その写真を SNS にねアップする写真を撮りたいみたいなことを言ってたので、彼のカメラも買う予定で、あとはこの今一緒に、カフェに入ったこの新田青年も、フィルムカメラが好きということで、いつもは使い捨てのフィルムカメラ持ってるんですけど、今日は、使い捨てじゃないフィルムカメラを買うぞと意気込んできております。集合時間まで時間があるのでね、まずはこう2人でコーヒーを飲んでレッツゴーと、まあ、カメラ屋の方に向かっていくわけですね。はい、などと意味の分かんないことを言っているのが、サックスの安藤光平でございます。彼はね、写真すごい詳しくてカメラも詳しくて、なので今回我々にねいろいろ教えてくれるという役回りを引き受けてくれました。で、彼が持ってるのは、今持ってるのは富士フィルムのカメラかな。すごいデザインが可愛くてね、写真もいい感じのが撮れるんですけど、なんか富士フィルムってそのデジタルになってもそのフィルムシミュレーションみたいなのがすごくて、味のある写真をね作れるというわけだったんですけど、そんなことをいろいろ話しつつカメラ屋に向かうと思いきや、まだまだね集合時間に時間が余ってたので楽器屋に来てみました。ここでね、僕は、自分のバンドメンバーの誰々が持つならこのギターかなみたいなことをずっと考えながらこういろんなギターを見てたわけですね。この行動がね後に重要な意味を持つとはこの時まだ思ってませんでした、僕は。というわけでやっとこさ、集合時間になりましたので、カメラ屋に向かっております。まずは、北村写真機店さんですね。そこに向かってるんですけど、なんか遠くの方にこう綾竹のシルエットが見えて、あ、綾竹いるのかなと思ってたら、なんかケントもいて、もう2人一緒に来たのかなとか思いつつ近づいてみると、なんでか知らないんですけど、めちゃくちゃ似たような格好をしながら隣で電話してるんですよね、2人とも。で、これを見てみんなでこの距離感で電話すんのやばくねみたいな話をしてます。今もうめっちゃ面白いですよね、この同じような服装した2人がねこの距離で電話すると。コロナ禍だからってそういうディスタンスの取り方しなくてもいいんじゃないかっていうね。まあでも念には念を入れてんのかな。できるだけ対面して話さないようにしてるんですかねっていう。さあ、安藤光平がレンズを買う会やってまいりました。新しいレンズを安藤光平が買う会やってまいりました。いやもうだってもうね、日本を代表するアーティストの後ろで吹かれましたからね。ね
もうそれはレンズ言っとくしかない。そこギャラで3本レンズ買える。じゃあ、はい、潜入しますか。はい、はい、というわけで中に潜入します。はい、僕はですねカメラに今まで全く興味がなかった手前、こんなカメラがいっぱい置いてあるところにももちろん入ったことないんですよ。なんでもうそれだけで割と楽しかったですね。このいろんな中古新品、歴史のあるものから最新のものまでね並んでる、そのカメラってなんか機械美みたいなのあるじゃないですか。その見た目のデザインだったりとか、そういうのは見るのはすごい楽しいですよね。でここでこう発見したのが、これが僕が買いたがっているシグマ FP ですね。中古のシグマ FP があったので、それをちょっとチラ見してからの、これは新たが欲しがってたカメラを今、店員さんが開けてこう手に取ってみるみたいなシーンですね。そう、これこれこれ、新たが一番欲しがってたカメラ、コンタックスの G2 ですね。フィルムカメラなんですけど、レンズの付け替えができたりとか、フラッシュはこう別に載せたりみたいな、いわゆる使い捨てではないちゃんとしたフィルムカメラでございますね。でこれが安藤くんがカメラマスターということで、いろいろ状態をチェックしたり感触をチェックしたりしてくれてます。なんかこのカメラはその新たが好きな写真家のダニエル・アーノルドという人がね使っているカメラということで、好きなカメラマンが使っている機材が欲しいというかなり前のめりな感じで今手に持ってますね。こんな人がカメラ持って店内にもカメラある状態、本当に経験したことないな人生で。打って変わってですね、こちら、ボーカルのケントがお目当てのねカメラである GR3、 リコーの GR3 ですねを手に取ってます。 GR3 はとてもコンパクトなデジカメで、安藤くんがこの GR シリーズの、前のね GR デジタル3だったかなっていうのを持ってて、そのコンパクトさとか、まあ機能とかこれがおすすめだよということで、ケントが今こう使ってます。今ケントがこういろんな写真撮ってるんですけど、ケントも僕と一緒で全く写真素人なので、今撮れてる画像がすごいことになってます。全員がブレブレにブレていて、ジェームス・ブレイクのアーシャと評されています。それか印象派ですね、印象派と言われてますね。このシーンでやっぱ構え方がね素人と違うよね、ちゃんとやってる人って。はい、というわけでこちらはアルファシリーズ、ソニーのアルファシリーズがいっぱい並んでるとこで、僕は動画用の、カメラが欲しかったので、もちろんこのソニーのアルファシリーズも念頭に入れていろいろ考えてたりとかしましたね。はい、ちょっと最後に超高級ライカのコーナーに行って別の店へ移動と、レッツゴー。マップカメラさんですね。カメラ屋さんっていろんなとこあるんですね。まあ当たり前か。でも本当に普段そのヨドバシカメラとかビッグカメラとかさ、家電量販店のカメラしか知らないから、こういうところ楽しいね。はい、まあ違うとこ行ってもやっぱりお目当てのカメラはそんなに変わらずということでね、ケントが GR3 をまた見ている。奥で、いろんなねこう富士フィルムの新しいカメラ、こう安藤くんが今持ってるやつと比較してみて、こうこうとかそんなことを今やってますね。X Pro 3、
そう、これが今なんか安藤くんのがちょっと古いやつで、新しいやつがこっちと。いやーでもなんかカメラもね、いろんな種類あるし、いろんなメーカーあって、こうどれがいいかってわかんないよね。なかなか手に取ってもさ、使ってみないとわからないってとこあるしね。だからカメラ買うって難しいですよね。そうそう、今あの1個前の種類 GR2、 ケントが欲しい GR3 っていうのに、1個前の GR2 っていうのだったらもっと安く買えるんじゃないっていう話をしてるんですけど、一方でやっぱ機能が全然アップデートされているから GR3 の方がいいとか、なんとか、いやー、いろいろあって、本当でも知ってる人についてきてもらってよかった。素人だけで言っても本当右も左も分からんのでね。これはなんかこの上のメーターが可愛いですよね。潜水艦みたいなメーター、外に入れてないとカビ生えるわけよ。はいはい。そうするともう分解して自分で掃除っていうのはもうできないから、カメラについていろいろ聞いてます。デスケーターみたいなの買わなきゃいけないわけだ。いや、果たしてみんな悩んでますね。いいね、悩むね。いいって、高い買い物って感じですね。ああ、そうだね。関係のものとかだとさ、うん、なんかあの時買って、その時なんか意外と使わなかったけど、うん、後から一周回って意外とこれ使えるなってなることあると思うけど、カメラとかもやっぱり俺撮らねえわってなったら使わないもんね。そうね。仕事じゃないもんだって。はい、というわけで次来たのは中古のカメラ屋さん。なんつったっけな、場所はレモンだかなんだか、柑橘系の名前の場所ですね。ここはまたさっきと違う、さっきの店とは違って、こう中古のずらっという並びですね。すごいよねこれ。もう表示も細かくて、ただなんかこっちの方がこう探す楽しさみたいなのはあるよね。綺麗に陳列されてるのももちろん美しいんだけど、こういうごちゃごちゃっとした中に運命の一台があるかもしれないという感じで、新た青年が、いやこれもいいです、これもいいですねみたいになってます。結局あの一番最初に手にしたその G2 コンタックス G2 はですね、ちょっとでかすぎる、でレンズとフラッシュ持ち歩くのめんどくさいみたいになって、また他の候補を探してるところですね。また移動して別の中古カメラ屋さん。すごいですよねこの店構え。中古カメラ、こんなところカメラ素人入っていいのかみたいな面構えしてます。というわけでこちらに行ってみます。中古カメラ市場市場、まあ、どっちかわかんないですけど、はい。というわけでさっきよりもまたまたこうギュッとした陳列ですね。もうこうなってくるとすごい、宝探しみたいな感じ。ここにはねジャンク品もいっぱいあって、まあ保証とかはしないけどもみたいな、すごい安いものもありますと。ただ僕はもうあの動画用のカメラって決めてるんで、割と最新機種を狙っているので、ここら辺はもう皆さんの付き添いということでね。中古カメラに興味あるのはドラムの新ただけということで、フィルムカメラなんでね、最新じゃなくて古いものでいいものを探してます。ここではコンタクスの T2 とかね、 T3 とかそういうのを見たりとかしてましたね。はい、というわけで次はヨドバシカメラに向かうんですが、ちょっと長くなっちゃいそうなので後半へ続くということで、
お楽しみに。またお会いしましょう。